怖いな怖いな。さすがに配信で復習の授業を受けないので、どん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 行きましょう。これが案外楽しい。諸君らの学びを試すときは今、一夜漬けを忘れぬうちに試験を始めるとしよう。中間試験と同じこと言ってますね。はい、色違いのポケモンに出会いやすくなる、フルパワーはどれか。輝き？え、色違いのポケモン、そんな話してた？道具？え？ちょっと待って、そんな話をしていたかな？輝きは遭遇、色、いやでも遭遇は出会うだろう。捕獲は捕まえない。輝きだろう。卵のパワー効果、正しくないものはどれ？負荷が速くなるかな。卵が見つかりやすくなる。負荷が速くなるは違うでしょ。うわぁ、卵パワーのこと知らねえ。てか授業で言ってね、この先生。期末むずいぞ、これ。もしかして。独自パワーの効果を高めるために、みんなで料理。可愛いポケモンちゃんが汚れた時は、ポケモン、ウォッシュは相手の上。制服の校則から問題。制服のトップ部分は、キツネはスペース衣替えするべき。どちらでもいい。これ4点だったらごめんなさい。正解を少し教えてもらったので、問題を多少優しくした。卵パワーの話はしてなかったはずだ。各自通信ならんように力を出してたであろうな。受付で点数を聞いてくれよい。これ3点だったら序盤の2も間違いだろう。卵パワーについて勉強しないとダメだわ。さあ、どれ？ 4 問、どれか間違えた。わかんねえ。間違えた問題わかんねえ。経験値や M をここで言った。いやー、貴様たち、これより、ナッツテストを行う。脳内の古い記憶を呼び起こして頑張ってくれた。パラデルのオーナー内部の名前は、エリアゼロ。この学校は創立何年 ?805 年です。これね、中間テストまでの範囲なんで気をつけましょう。805年です。確かに。おとぎ話に作られた4つの宝、正しくないものは、器、扇、木管、マガタマ。扇ですね。エリアゼロ観測隊メンバーで、探検隊を、救出したバイオレットブック書いた人は誰か、ヘザーさんですね。普通博士がテラスオーブを発明したのは何年前？ 20 年前っつったよな。20年前ですね。間違ったらごめんなさいね。中間試験までの範囲も出してきたか。やはりこの人は過去が好きらしい。あまりにも浅い愚問ですまない。校長に無理やり入れさせられたんだ。さて、本日はここまで。ドアを受けて聞くように。俺は単位を集めて卒業するんだ。さ、多分5の5だと思うが、間違えたとしたら、5問4。間違えたのどこだ？あれ、20年前って言ったけど、10年前だった？どっか間違えてるわ。こういう粒の甘さでな。テストが怖え。今までの総復習みんなで。焦らず問題と言ってみましょう。ポケモンを捕まえやすくする方法として正しいものはどれか。いくつあるか。はい。麻痺状態にする。1。後ろから風をつくで2ですね。ポケジェラシなんかないし、木の実をあげても効果は変わらない。てか、あげられない。2ですね。新しいポケモンと出会う方法は捕まえるか交換するだけである。卵から変える。ポケモンを捕まえなくても出会えば新しいポケモンであるので、だけであるっていう問題は基本的に、正しくないっていう風にやるのを教習所で教わったので、正しくないが正解だと思う。変わらずの石を持たせ、ポケモンに炎の石などの進化道具を使うとしか、知らねえ、応用問題来た。二択だけど、そういう知識ね、授業でやってねえよ。進化できない。
色違いのポケモンに出会える確率は、これは授業でやりましたね。4000分の1、もっと確率を上げてくれ。オドリドリというポケモンにはフォルムが3つ存在する、4つって言ってた気がするので、どういうフォルムか知りませんが4つにしましょう。正しくない。点数に関係ない質問です。神奈先生の授業はどうでしたか？慣れてなくても迷惑をかけていましたが、僕にとっては楽しかったです。ありがとうございました。ポリドに恥ずかしいアンケートをしていました。校長先生には秘密でお願いしますね。バレるんだろうな。一番気になるのは、変わらずの石を持ったポケモンに炎の石を与えた時に進化するかどうか。知らねえんだ。5問15問。あ、しないそうです。ね、合格です。やったぜ。楽しくお勉強した思い出がきっと力になってくれると思います。お店で600円のスーパーボールを3000円払って買えるだけ買うと、最大いくつボールが手に入るか、6号で3000なんで5個ですね。これ、モンスターボールじゃないもんね。10個買ってないもんね。ここでいいよね。モンスターボールだとね、11個とかっていうね、やけのわかんない計算になるからね、嫌なんだよ。5個しか買ってないから5個ですね。威力100の水技が草ポケモンの急所に当たったとき、その威力は、草ポケモンの急所ね、半分の 1.5 か、75。弱点で半分にして 1.5 倍。75。通常のストーンエッジを使ったとき、急所に当たる確率はいくつ？ストーンエッジって普通の技ですね。ストーンエッジって急所は？普通のストーンエッジを使ったとき。ストーンエッジが急所に当たりやすい技でなければ 4%。ストーンエッジが急所に当たりやすい技だったら 12%。ストーンエッジに対する知識がない。どっちだ？4か12だ。通常のストーンエッジって急所に当たりやすいかな。ちょっと待って。うわ、技に対する理解度がなさすぎる。ストーンエッジは当たりやすいってことは 12% だ。次の前を2回使うとダメージランクが4段階になります。ダメージは何倍でしょうか？200% アップして 300% なんで3倍ですね。ここは注意ですね。200% ダメージが当たるということは、ダメージは3倍になります。岩タイプのポケモンが岩タイプのテラスタイプになったとき、岩技は何倍の威力になりますか？ 2 倍です。テラスタイプは、タイプの技のダメージ倍率が 1.5 倍、2倍に変わると、先生が話してました。くっそ、ポケモンに対する知識がなさすぎて、ストーンエッジの問題でめちゃくちゃ時間使ったぞこれ。期末テストむずいなこれ。はい、5問中5問全部正解。ストーンエッジ。やべ、捨てたよな。ってことはこれもしかして5つ全部リスニングか。美味しいという、はい、どれでしょう。デリシャース。普通の外国語だった。次の意味は何でしょう。 I love you, 10点。愛してます。前期の復習が2問ですね。愛してます、愛してます。叫んでた長橋博さんを思い出す。ティッガー、喜び。あ、ちょっと待って、俺間違えた気がする。間違えたね今ね。全部喜びになっちゃうねこれね。ティッガーは怒りでした。はい、これが正しい喜びですね。はい、1問間違えた。みんな好き言語学、先生の名前は、はい、覚えてますか？怒り。くそ、ダッシュマークつけやがって。ねえ、ルー大柴って名前がないし、ケイン小杉って名前もないんで、多分政治が正解です。やらかした。1問やらかした。ピッカーって言ってたわ。無理だわ。俺ダメだわ、これ。音なしでね、言語学のテストきついわ。4点。でも合格。
あぶねえ。いよいよ力試しの日、マステスをやってきたな。それでは張り切って答案用紙と戦ってくれ。テラリードバトルで味方全体の攻撃と応援、特攻を高める応援はイケイケドンドン。やれやれゴーゴー。それイケガンガン。イケイケドンドンだった気がする。覚えてねえ。そういや使ってねえな。イケイケドンドンな気がする。うお、うっそ。思い出せないでマジ？おまかせバトル。LP を手に入れるには、ハッキング、落とし物と引き換え。通信対戦のフラットルールではレベルが高いと50レベルに調整される。通信対戦のノーマルルールでは手持ちで同じポケモンや同じ持ち物を被っても良い。被って良い。ナイスファイトだった。きっと100点間違いなし。これに合格すれば晴れてバトルマスターだ。一問目が思い出せない。イケイケゴーゴー、それイケガンガン。イケイケどんどん。一問目、ああ、合ってたー。怖えー。怖いよー。経験値なのね、M5 個。プロセスの始まりです。皆さん集中して励んでくださいね。用意。ドン。テラスタイプの、チェンジするお店は何というお店でしたか？宝食堂。中間の範囲ですね。ビジュスカコロサさん代表作は、投げやりの木回り。パルデジュッケ、滝はいくつある2つ。乱れ好きと王者の男。パルデン10機で10、100万ボルトの夜景と呼ばれている街は何？発光シティ。ポケモンの証は全てが出会った際につける文章はない。で、後からつけることはできない。正しくない。証か。いや、でもグルメの証があるね。正しくない。本当にありがとうございました。あなたたちにとっても学べたのは、小生の大事な証です。皆さん、これからより一層のご活躍があります。やっておりますですよ。それはお疲れ様でした。結果はスタッフより通達いたします。よし、全部一発。これで単位は OK だ。今のでそれぞれの授業をテストを終えられました。クラブの校長からこちらを預かっております。経験値はメールを5個。これで高川授業の高さの先生になりますね。気をつけていってらっしゃい。